アッキー。うん。風邪も治ったことだし。うん。夏どっか遊びに行こう。あ、行きたいね。海へ行こう。夏と言ったら海でしょ。海？海。え、なんで？え、普通山じゃね？え？そこは。アキー山派なの？いや、断然山でしょ、そりゃ。全然信じられないわ。は、な、じゃ、逆になんで海なんだよ。それおかしくね？わかった。シャドバで行くとこ決めようぜ。あ、それいいな。勝った方の場所へ行こう。っていうわけで、海派対山派シャドバ対決。イエーイ。さあ、始まりました、山 VS 海。私だって戦えるんだから。もちろん僕はですね、あれですよ、前回散々怒られたカジキ両太デッキをさらに海に寄せました。で、今回ね、アッキーが使ってる側のデッキはね、エルフですごい森をコンセプトして、山とか森をコンセプトして、なんか自然豊かなデッキにしてみました。今回自然豊かに、はい。いやー、でも俺、僕本当に海派なんで、虫多いじゃないですか、やっぱ山は。なんでおい、男だろ、気にすんねん、そんな虫があーだこうだとか。そんな、え、だって山楽しいじゃん。山だったらさ、川とかあるしさ、普通になんか頂上からの景色とかめっちゃ綺麗だしさ。で、何が嫌なの他に。で、逆に海のいいところを教えてよ、じゃあ俺に。いや、海、お前、海の底に世界が広がってるだろう。綺麗なものとかいっぱいあるだろう。あんた、あの夏休み、何、あの海に遊びに行くんですけど、海の底まで行く手で、海の底まで行く。その手で今、話してたの。浜辺でチャプチャプとかのレベルじゃないかね。あ、違うんだ。違うんだ。僕早速出しましたよ。ああ、オルカ。いいですか。海には哺乳類っていう、このイルカたちとね、イルカたち、僕たちと同じ種類ですから、言ったら。隣にいるアクアネレイドも哺乳類で。哺乳類。ほら、もうこういう状況ですよ。早っ、リファイアさん出てくるの早っ。でも、あいつを突破できない。あいつを突破できないですね。じゃあこいつを突破されない間にいろいろ並べとこう。じゃあ並べろ。森の嘆き。よし、うざうざ、よしよしよし、これはうざいですね。手札がいっぱいだ。これはうざいですね。これいらない。それで誰か、はい、お前消えろ。よし、じゃあ顔面いこう。よしよしよし、オッケー。そうですか、それうざいです、ね、これぞ山パワー。いけ。どの辺が山パワーなんだって。いけ、海パワー、こらボケ。おら、出たこれ。おら、もういけよ、お前ら。うわー、77と。すえー。ボケいけ。あ、死んだ。もうあいつは無視。あ、無視なんだ。無視。あー、5コスかー。ちょっと5コスやることないよ。この、お馬さん倒すまで必死になれ。いや、必死になるよ、そりゃ。どうしようかな。悩む。次、あ、まだ、リヴァイアさん来ないか。うん。次のターンから。次のターンだもんね。暴れる。あー、ちょっと。リヴァイアさん。全然、関係ねえや。ちょっと待って、これ、まずやるじゃん。おい。やるやん。で、この全く山と関係ないこいつを出すじゃん。おい。だってこれ、だって、もともとはスタッツセルフをちょっと改造しただけだったんで。前回怒られてっからな。で、山パワーで倒して。前回関係ねえカード入れて、もう、めっちゃ怒られてっからな、俺。いや、山パワーで倒して、で、山パワーでターン終了しよう。よしよしよし。オッケーオッケー。山にもさ、羊ぐらいいるよ、きっと。とりあえずこれ使うでしょ。とりあえずこれ使って。危ねえ、リヴァイアさん除去してよかった。で、危ないて、長老出た、長老で回復しろ。進化圏回復した。ああ楽しいね。海だね。海ってか水族館だよな、これ。水族館って言うなよ。お前、水族館リヴァイアさんいるか。いねえだろ。いないね。いない。さあ、行くぜ、山パワー。ひも。デーダのペッチ。山の神。やば。やば。いや、山の神。ちょっと待って。山の神どうすんの。ねえ、ちょっと待って。いや。倒してみろ、山の神よ。
ちょっと待ってよ。山の神倒すのに全力注がないかんや。おいおいおい、たかが44じゃ倒せねえぞ、おい、そいつでは。山の神、ザ、バカつねえんだけど。おいおいおい。おら、いけ。山の神倒せねえぞ、そんなんざ。これ怒られるかもしれない。あ、あれあれ解放者来てる。海なのに。解放者なのに。海なのに解放者来てる。違うよ。海なのに解放者来てる。俺言っとくけど、このデッキにサラマンダーブレス入れてねえかんな。え、でもブレイジングブレスも。ブレイジングブレスはドラゴンのブレスだから。サラマンダーブレスもドラゴンのブレスじゃないの。いいんだよ。サンショウウオのブレスじゃん。違う違う。サンショウウオはもう完全に炎なんだ。いいんだよ、これは。基礎行くと、森の、山の番に、山の番に。バカ強いんだけど。よしよしよし。強いよ。やば、これも対抗できないんじゃない。と思うじゃん。いけよお前、いけボケ。うわー出たー、ケモンスキャンター。カニカニ来た、カニカニ、いけカニは手札に返ってくるから。あー、カニは手札に返る。あーやられちったよ。やべえ、どっちにしろキチ。まあ、これは普通にホイって出して、ホイ出てくる、ホイって出して、ホイ出てくる、ホイって出して、ホイ出てくる、いっぱい出てくんなおい。で回収と。あ、うざ、痛いんですけど。で終わり、うざ。あー、ちょっとどうしようかな。まあ今、まあいいや。山の番人がね守ってくれると、まあ、まあ悪くないかな。ほら、いけ。うわ、でこいつほんと海か、これ。海こいつは水を司るドラゴン。ほんとに、いやほんとにこいつが現れるところには、あのなんか水の生命が生まれるみたいな。山パワーで、山パワーでそいつのこと消すわ。消しちゃった。強っ、やば、山パワーで消しちゃったわ。うざ、ほらや、何体出てくんだよ。ほらや、うわぁ、ま、海行きてぇ。いや、まだまだ俺は対抗できる、山の石で。うざうざ。いや、山の石で戦える。山の石うざ。相手札多いなぁ。で、山の仕事で。キモ。よしよしよし。よしよしよし。あー、お前もう、もうすることないでしょ。もうすることないでしょ。することあるよ。何回、何回出てくんだよ。回収したカニさんだもん、こいつ。何回出てくんだよ、山。キャンさん。あー、まあ、これもいいね。あー、それ強いね。うん、森。で、これでぶっ殺して。あー、ちょっと微妙に届かないんだな。じゃあ、ちょっとこれ、場に残しといた方がいいな、これ。ほら、ほら。いけ、いけ。山の妖精たち。え、これさ、どの能力だっけ。え、交戦するときに1ダメージ。ああ、そっちに。は？強っ。そうだよ、強いんだよ。は、強っ。茨の山ね、これね。回復せえ。絶対これ海関係ない。いや、海関係あるよ。だって水流神だよ。水流神でしょ。絶対湖とかじゃん、こんなんいるの。違うよ、海にもいるよ、ほら。海にいないよ、ラーブは、これ、絶対。で？で、1ダメ食らうと。1ダメ食らって、はいはいってやって。うわ、でもこれちょっと突破できないぞ、これ。できねえだろ。おい、そっか、解放者じゃん、それだって。解放者じゃないよ。口から出るんだよ。それ解放者じゃん。これぐらい許せや。おお、え、やめてよ。お、やめてよ。お、何、やめてよ。お、山の守護者が。え、ああ、いい。お前、ざけんなよ、それさ。やったで、これ、ゴーゴーと。いや、それ、ずるっ。よしよしよし。よしよし。うわ、それ、きつい。ついよ。よし、あ、マジ、いいね。それ、きついんだが。山の守護者が。ねえ。あ、やった。それ、きついんだけど。あ、ね、ネプチューン。これ海の、これは本当に海のあれだね。これは本当に海でしょ、ね、うん、哺乳類チーム。あー、これはもう一体消えてもらうしかない。消えてもらえ。お、ね、待って、なんだ、見えた、死ね死ね。あれ、え、あれ、え、何、え、これ殴るや、殴るね、殴るや、殴られたね。あ、ダメだ。
五個線戻っちゃった。いや、あー、次、なるほどね、次のターンやろ、次のターンやろ。なるほどね、そういうことね。やべえよ。で、1出して、1出して、2出して、1出して、1出して、終わり。あ、うざ。あ、いや、フェアリ、あとフェアリサークルとしよう。うざ。よっしゃー、はい、これで完璧。お前、それやったら次、ジャングル出せないじゃん。あ、ほんとだ。山だ。ま、マウンテンの守護者。マウンテンの守護者ね。回復回復出たよ。もう帰っとけ、ディズニーシーにお前は。でもこれ、次ジャングル出ること考えたら殺さない方がいいのかな。でも変わんないか。でも自爆特攻するよ、俺は。自爆特攻するもんね。こいつらは自爆特攻させるから。神風。だったら進化圏切んない方がいいんじゃない？神風特攻隊で。いやー、今回はちゃんと守ってるでしょ。勝ちに行ってないからね。ああ、お前。みんなに怒られたから、ちゃんと、ちゃんと守ってるから。まあ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 。もう怒られないよ、これ。ジャングル大帝出して。ジャングル大帝、うざっ。ちょっと、ちょっと。いけ。いけ。あやばい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 。これぞ、山パワー。強いな、山。4。5、6、7やっぱ所詮海はさ、海から出てこれないじゃん、みんなそういうもんだよ、やっぱほら出てきた、いけ海の神がほら海の神が出てきたほらくっさー言っとくけど、これにもう、うん、バハムートとか入れてないからあの全体除去ないですあ、本当に、うん、偉いじゃん偉いだろじゃあ、そろそろね俺も決めさせていただきますわ。あー、リヴァイアさんが妖精に妖精ごときにやられて、うわー下げやがって、あ、これリサル見えないな、ギリ下げやがってなんか来いよ、なんかじゃあ山セース出してなんか来いよ、うわ、バカやろお前だけんなよ、これぞ山パワー、強いだろこれ。もう最後のドローでさ、海と関係ねえの引くなよ何聞いたの。もうね、違う、このデッキで唯一、うん、数少ない海と関係ないカードが何枚か入ってんの。おお、なるほど。そのうちの1枚がこれ、うん、うわなんかうわもううわもういいじゃん、なんかヒルみたいな感じでさ、砂浜にいるんで多分こいつ、うわもう砂浜に腹立つ。はい、さよなら。出ていけ、山から。もうジャングル大帝やられた。じゃあ、じゃあこの勝負俺が勝ったからジャングルに行くってことでいいのかなこれ。この夏僕たち二人はジャングルへ行きます。ジャングルってさ、どこにあるの？森推しなんじゃねえのかよ。山推しだったから俺は。あ、そっか。じゃあ山行こう、山。じゃあもうブラジルとか行こう。ブラジルのさ、アルプス山脈とかなんか、あ、そう。それブラジルなの？ブラジルじゃないわ。アマゾンとかじゃないの？アマゾンはあれか、ブラジルか。ブラジル。じゃあ、これから、アマゾンに行ってきて、なんか、ニシキヘビとかを捕まえてくる動画を出しますので、皆さん、はい。よろしくお願いします。うんね、本当にやれって、めっちゃコメントで書かれるから。大丈夫、大丈夫。俺ら YouTuber だから。あ、うん、ああいう人。YouTuber 最近いろいろやんじゃん。そうだね、うん、そう、炎上しないじゃん、ニシキヘビ取ってくるぐらいだったらね、うんうん、そうしよう、じゃあ取ってきます、はい、はい、じゃあね、はい、絶対行かないけどね